菅原美優選手です。おめでとうございます。まずはトロフィーの贈呈をお願いいたします。紹介に預かりました応援公式ギャルのゆうちゃみです。よろしくお願いいたします。菅原美優選手、まずはご入賞おめでとうございます。同じ女性として本当に強い女性というのは素晴らしくて素敵なものだなということを私は感じさせられたんですけど、私も1年間応援公式ギャルをさせていただいて、いろんなことをすごく学びました。強く成長できたと思います。これからも応援公式ギャルとしてもよろしくお願いいたします。菅原選手、改めてご入賞よろしく、あ、よろしくじゃない、おめでとうございます。ありがとうございました。オースケマンジム三軒茶屋シルバーアルフの菅原美優です。本日はこんな素敵な賞を、に選んでいただき本当にありがとうございます。びっくりしてる気持ちと、嬉しい気持ちと、今年この賞に見合った試合をしていかなきゃいけないなっていう不安と、いろんな気持ちです。去年はやっぱ一番大事な試合で勝てなくて、いい1年とは言えなかったんですけど、あの負けがあって悔しい思いをした1年あってよかったなって思えるような1年に今年はしていきたいなと思うので、これからもよろしくお願いします。おっす。